おはようございます、釣り子 TV です。デプス、このでっかい箱ねえ、ついに登場しましたね、あのルアー。はい、というわけでね、デプスのギラギラ攻撃ねえ、もう動画とかでね作ってるよーっていうのがね、何年も流されて、もうね、いつ出るのか、2022年ついに出ました。しかもね、このタイミングで登場ということで、ちょっと使いたいタイミングなんかにもねバッチリ間に合うなっていうことで、ギラギラ攻撃まだね一回も開けてないんですけども、早速ね開封していきたいと思います。ね、まず箱がこんな感じなんですよね。もうね、巨大、重いね、今片手でずっとこうやって持ってましたけども、まあまあです。はい、じゃあね、どうかな、こういう感じでちょっと向こうに押してみますかね。まずはこういう感じで取れて、で開くのかな。よし、じゃあ開けますよ。じゃじゃーん、うおー、きた、ギラギラ攻撃。パッケージも気合い入ってますね。これは所有感爆上がりな、ね、こうなっててこうですよ。すげえ。で、説明書がねついてますね。はい、それで、これがあのね、動画とかでも見たんですけども、こうちょっとね、根がかり防止のためのパーツ、ワイヤーパーツですね、これが下に入っていて、で、これどうやって出すのかな。針を外して、自宅にギラギラ攻撃がいるなんてこれだけで幸せ。はい、出てきました、ギラギラ攻撃。ギラギラしてます、これすごいね、このね、今照明当ててるんですけど、このフラッシングね、うわ、綺麗ですね。そんでもってでかいんだけど、めちゃくちゃ綺麗で、このテールはちょっと見たことない大きさだな、これすごいな。はい、こんな感じね。いや、ギラギラ攻撃出てきました。まあ、コードネームバスとかでね、大きなルアーには見慣れていたつもりですけども、やっぱりこれはでっかいな。投げれんのかな。よいしょー、あの流針に、えいドーンとかいろいろ心配になりつつ、カラーはね、2色出てるんですけど、自分こっちのあのハーフミラーみたいな感じのね、カラーを選んでみました。で、じゃあ細かく見ていくと、まず顔周りがねこんな感じで、で遠目にあってもね分かりやすいようなね、黄色がねここに吹かれてますね。で、こう背中がこう側面、はい、こんな感じなんですけど、ね、で、この結構後ろ寄りにですね、この接続部が来て、で、針は、3フック仕様ですね、腹回り、ね、こんな感じで、で、フッ素加工のかな、これは、めちゃくちゃ刺さりのいい針が3つついていて、でそれぞれの針が回るようになってますね。こう大きな魚をかけた時に
ヘッドシェイクとか強烈なのを食らってもね、ここが回って食らいついていくような、それは3つの針全てに、スイベルが搭載されております。で、テールがまあこんな感じですね。長い、そしてでかいね。これ出しどころはですね、どうしようかなってね、自分なんか関東の釣りが多いんで、そこで考えるとやはり外せないのはこの白パターンかな、ね、ブラックバスではなくてシーバス釣りなんですけども、スズキを狙う時にですね、この白を変色している瞬間ね、だいたい夏の終わりから秋までね、この白パターンなんていうのが盛り上がるんですけども、そういう時にマッチザベイトになるんじゃないかなと思ってね、まずは1個欲しいなって思ったわけなんです。結構ねヒュージペンシルであるとか、あとはスライドスイマー、サイレントキラーのでかい方ね、それぞれね、ああいったサイズが効果的に釣れちゃうよっていうシーズンがあって、で去年なんかね、あのヒュージペンシルが出たんで、それでね、楽しんだんですけども、2022はこのギラギラ攻撃なんかもね、そこのラインナップに加えることができるなっていうね目論見があってね、ちょっとねお高かったんですけども、一つ買ってみました。で、ですね、まあこういった大きな、あ、いてサイズのルアーでいくと、はいね、これはですねコードネームバスですね、デプスのウェブメンバーに入会するとね、買うことができるですね、デプスの超巨大ルアーなんですけども、それとね比べるとね、まあ長いけどもこっちはねずんぐりむっくりしてるんでね、まあ体感としては同じぐらいの重さなんですよね。でこういったコードネームバスでもね、スズキって結構ねよくねアタックしてくれて釣れるんで、まあベイトのサイズがほんとこれぐらいの大きさなんですよね。そんな時に動きの違いでこれね入れてみたいなっていうね、スズキってどちらかっていうと、規則正しい動きっていうよりもなんかちょっとピャッピャッて横に飛ばすっていうんですかね、そういう時に思わずね反応するっていうことがねよくあるんで、でその点でいくとこのコードネームバスって結構動きが優等生、結構規則正しく動くんですよね。だからこれのバランスを崩させるために浮力帯をねいっぱい追加してみたりとかね、いろいろ工夫してね、それでシーバスなんかではね釣っているんですけども、そういう時にこのギラギラ攻撃であればもうそのままズバリね出して投げるだけでいい感じで誘えるんじゃないかなってね、ここら辺がね、まず楽しみだったなというところと、あとはねもちろん三島港とか、トズラッパラ、豊草ダムとかのああいうまあ近年ねオープンしたですね関東のレンタルバスフィールド、そういうところでもねちょっと試してみたいなっていうのがありますね。亀山ダムだとどうなんだろうな、こういうのをね聞く状況ってあるのかな。まあ投げ続けてればねワンチャンあったりっていうのはあると思うんですけども、イメージとしてはもうすごい残残のゲリラ豪雨が降った瞬間でもうバスがねなんかちょっとバカになっちゃってる瞬間、もう何でも食うぜみたいなね、ビッグベイトとかね、でっかいルアーでボコボコ釣れるようなタイミングとかで、さらにその中のボスサイズを狙うために、使ってみたいなとかね、いろいろ、ブラックバスの方でもちょっとね投げてみたいね瞬間っていうのはあるんですけども、基本的にはスズキ釣りでねちょっと あれほんとね、まあ稲子っていうかね、まあボラとかねシーバス食うんで、この城に限らずそういった大きめのボラが捕食されてるタイミングとかね、ウグイのデカめのが捕食されてるタイミングとかね、そういう時でまあこういうルアーってあんまり今までねシーバスももしかしたらここまでのはねあんまり見たことないかもしれないんで、そんなタイミングで入れてみたいななんていう風に、
目論んでおります。はい、で説明書があるんでね、ちょっとね見ていきますかね。これどんなのがついてるのかなと。あ、このね、あの付属のパーツの付け方ですね。強烈なギラつきを放つフラットサイドボディと横飛びダートするスライド幅の広いスラロームアクションでモンスターを呼び寄せる凄まじい集魚力。ギラギラ攻撃は大型フィッシュイーターを取るためだけに開発された超ド級のジャイアントベイトです。ストライクゾーンから遠く離れたエリアからでも気づかせるだけの驚異のフラッシングと視界から消えるほどの幅広いスライドアクションは獲物を追うモンスターの本能を刺激する最終兵器となるはずです。でまずですね、このボディ、強烈な水足を生み出す約、300ミリの、大質量フラットサイドボディ、後部寄りのジョイント位置はストローク幅の大きいダートを生み出します。ジョイント部はあえてチューニングの余白を残し、ヒートンを採用、ジョイント角を調整することが可能です。テールですね、テールアクションに追従しながらもしっかりと水を吸う張りを持たしたエラストマーテールね。フックが3つついていますね。アタックしたデカバスを確実に仕留めてくれる3フック仕様、フックアイにはファイトに追従するスイベルを採用しております。はい、で、ここにねワイヤーガードをつけられる顎の穴があるんですね。ちょっと早速つけてみますかね。まずね、こういうパーツですね、ワイヤーガードがついていて、でこの中にネジと、そんでもってワイヤーがついてますね。はいはい、こんな感じのねワイヤーパーツがついていて、で、このね、付属のネジをつけるんですね。まずは、ここのね、穴のところにネジ穴があるんで、これですね。ネジをつけて、ほいで持って、このワイヤーガードを、はめ込んで、そんでもってこのワイヤーを枝が避けるようにね、こういう感じでこう顎にねガードをつけるんですね。これによって立ち木とかを避けつつね攻めることができる。で、先ほどのネジをよりガード力を強めたい場合は取れないようにしっかりと締め込むっていうことですね。で使わないときはこうやって、抜いておくことができるようにね、これを持っていけばちょっと立ち木のきついところなんかも、すぐ攻めれるっていうね、そういったギミックがついているようですね。ちょっと使い込むにあたってはそこら辺もね、ちゃんと持っていって、これねなくせないですからね、そんなね安いもんじゃないですからね。そんな感じでございます。はいね、まあまずは投げれる道具あんのかなとか、リールとか竿とかね、そこら辺をね、考えつつですね、これに合わせてね、デプスのストロングジャークって竿とかね、出ているようですが、売ってるとこ見たことないんですよね。あれだからすぐね売り切れちゃったみたいで、あーチャンスがあれば一回振ってみたいなと思ったんですけども、なかなかね、ストロングジャークが、まず手に入りづらいのかな。ストロングマインドもねもうなかなか売ってるの見ないですからね。なんでまあ自分は手持ちのバンタムの強い竿とかそういうので投げる感じになるかな。まあ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 、ちょっとねこれ持ってくのも大変ですからね、ちょっとまずはねいいタイミングの時にまずはこれを持っていってね、そんでもって、投げる、まず投げる練習からですね、このサイズ感だとね。はい、というわけで、開封して見てきましたけども、期待通り、いや期待以上のねルアーですね。これはちょっと自分の中のメモリアルフィッシュね、手に入れるだけで一つ近づいたんじゃないかな、ね、今年のね秋はねバシバシと投げてみたいと思います。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、デプスの待ちに待った超ジャイアントベイト
ギラギラ攻撃、これをね買ってきてね開封してみてやって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。さあ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 、春のポイントにやってきましたよ。結構春先にビッグベイトとかでよく釣れることがあるんで来てみました。ただなねえ、ちょっと何頭かねえ、どんな動きかどんな投げ心地かだけ試したくて持ってきてみましたよ。ギラギラ攻撃、投げれんのかな。一応自分の持ってる中で一番イカチタックルなんですが、と言ってもどうしようかな。うわーこれ持ってるだけで重いな。ここら辺の淀みとかにいないかな。えい、あ、一応投げれる。シーバスの時とかこれでいいかな。えい、あの流針に、えい、ドーン。まだちょっとこういう時期じゃないのかな。でもね、投げれる。そこの淀みに最後とか、ワームとかでは結構釣れる。なんかスーパーボイルとか起こったタイミングでワンチャンあったりするかな。誘い出しではちょっと厳しそうですね。
まあ投げれるってのが投げれるってのが分かった。いや重い。下から上にドーンはどうか。ちょっと激しすぎたか。まあまあこんなタックルで投げれるってのは分かりましたよ。